大きいどこじゃないですか、超大型みたいな。これコクワガタなんですね。信じられないでしょ。これぞ世界最大のコクワガタ。はい、はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが探検くんです。いや、グッケンですよ。グッグッグッ試験か。グッグッグってグググビール飲んだ時みたいに。いや、それグビーだから。すごいぞ、俺のビールの飲み方は。いや、何で自慢されてるかよくわかんないですけど。グビーだからね、本当に。カタカナでやってて、具志堅の具に濁点なくなっちゃって、その濁点の多分ムン、あー、ちょっとこっちに入っちゃって、で、具志堅の C の部分も1個必要だったから、ターンにするには。そう、あれ点々点を3つつなげてようやく多分タになるから。なるほど、ね、で、うんになって探検になっちゃった。クショ好きだな。ああいや、何こぼしちゃってんすか。職場だけども遊び場をモットーに一緒に電線作っていこう。いや、こぼしちゃってるよもうそれ。横に。浮かしたやつを掘り出します。おー、すごいな。まあ、何種類か多分いるかなっていう感じ。あー、一番いいやつじゃないですか。そう、一番楽しいやつ。ちょっと出しましょう。あー、お願いします。はい、今回浮かしたやつ、はい、こちらです。はいはいはい、こちらめちゃくちゃいるじゃん。結構16ずらっとぎっしり。そう、これで、種類はね、多分2、3種類いるかなって感じだけど、統一はされてて、はいはいはい、コクワガタです。あー、なるほど。そう、の中でも一種類は世界最大のコクワガタ。うん、なるほど。いやいや、世界最大のコクワガタって言った後、なるほどはもう無理って。あー、俺が思い浮かんでるやつかもしれない。あ、出てる。だからまあ、僕のチャンネル普段から見てくださってる方、あいつもいるのかなってなってる方もいるかもしれないし、具志堅が思ってるやつもそういうことかもしれない、もしかしたら。はい、そう、だからこれをもう順に掘り返していきますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。1匹目からもうこっちから順に行こうかな。もうで、サイズ的にまあオスもメスもいるかな。はい、で、ちょっと必要なもの出しましょう。ああ、はい、今回必要なものこちらです。はい、で、逆でしょ。ごめん、いつもだな。はい、いつも通りデジタルノギスとポリクエストのスプーンですね。はい、まあ、これで測っていきますんで、まあ、オスだけ測るかな。さあ、行きましょう。1匹目から。さあ、どうでしょうかね。1匹目、ネパールコクワガタ。おー、ネパレンシスですね。そう、まあ、これも大型のコクワガタ。で、これが10月孵化なんで、まあ、丸1年。結構やっぱ長かかるね。うん、1年ぐらいやっぱかかりますね。早い子は8ヶ月ぐらいで浮かしてくるけど、基本は1年かな。さあ、で、今回マットでやったんでちょっと小ぶりかも。そう、思いのほか成長せず、マット交換のタイミングとかも遅かったかな。さあ、で、これがオスかメスかちょっと分かんないんで、そう、これはマット交換してないね、なんなら1年間してないね。おお、そう、だからそれでどんな感じかっていうのも、マットもまあそんな劣化はしなかったんで、さあ、行きましょう。あ、どうだ。はい、あ、メスですね。へ、やっぱ一回りちっちゃいかな。あ、そうなんだ。うん、やっぱメスでも50ミリぐらいになるから、5センチぐらい。はいはい、そう、普通のコクワで考えたらメスで50ミリってありえないから、もうオスで50ミリあれば大きいから。はいはい、大きいどこじゃないとか、超大型みたいな。そう、でも立派な。はい、これだけ見たらやっぱコクワガタのメスとは思えないもんね。ごつい。はいはい。でもサイズ的にはやっぱ一回りちっちゃい。はい、でも無事浮かしてきました。はい。ちょ、オスもいたらいいけどね。そうですね。どうでしょう。次もネパレンシス。はい。さあ、これはどうだ。ただね、ちょっと初陣だから結構基本的にネパレンシスがちょっとメスが多いかも。あ、先に。そう。出てきてる。そう、だからちょっとオスが見られない可能性もなくはないけど。まあまあ。ちょっとその時は過去動画見てもらえるととは思いますが、行きましょう。さあ、どうでしょうか。はい、お、オスですね。あ、立派。これコクワガタなんですね。そう、信じられないでしょ。光沢感も綺麗だし、でかいしね。そう、まだ足がおぼつかないけど。あ、でも、そう、でもこれでもちっちゃい。へー、これでも多分55とかだから、大きいと7センチ全然超えるから。かっこいいですね。
かっこいいよね。もっとごつい感じあるけどね。ごつい、顎も長くて綺麗、はい、光沢感も強くて。サイズ的にはどうだろうね。まあ55ぐらいかな。55でもやっぱでかいな。まあ勝手に55にしてたけど。はい、出ました。 53.0。 はい、小ぶり。でも53でも十分立派ですね。顎もちょっとシュッと長くて 53.0 素晴らしい。いいね、オスメスと。はい、さあそしてあとはいるかな。あ、全然いるわ。これもネパレンシス。はい、さあ温度的にはやっぱ20度ぐらいでやった方が大きくなりやすいかもしれない。うちは今回は22度でやったんですけど。あ、そう、見えた。いきます。オスかな、どうだ。おお、オスですね、はい、ちょっとさっきより小ぶり。てかさっきの子がちょっと顎長かったからね。サイズ的には一緒ぐらいな気するけど。素晴らしい、はい、サイズ的には。あ、でもちょっとちっちゃいのか。はい、ざっくりですけど、はい、49.4。 はい、素晴らしい。50なくても全然かわいいね。かわいらしくていいですね。基本的にマットだけでやってるって感じです。そう、でもやっぱ瓦菌糸の方が大きくなりやすいかな。うーん、去年とかは瓦菌糸で 2,3 本やって、最後さなぎになる時だけマットにしてみたいな感じでやって、平均的に60後半だったから、やっぱ全然違う。で、管理の楽さでいうとやっぱ土の方が楽だったかな。そう、でもやっぱ大きい子も見たいっていう人は瓦の方がおすすめですね。だから瓦菌糸3本ぐらいで浮かしてくるイメージ。ちょっと手間かけていい空間を作ってあげることで、うん、そうね、サイズは、うん、そう、マットでも十分大きくなったりもするんだろうけど、環境さえ合えば、はい、そう、今回はちょっと小ぶりな子が多いと思う。さあ、これもネパレンシス、うん、いきます。はい、おお、オスですね。はい、ちょっと浮かしたてで赤いけど、でもでかい、ちょっとでかいね。50はありそうだね。綺麗、マジで綺麗だよな。光沢感がね、高級感あって。サイズ的には、はい、 51.9。 はい、一番最初の子が一番大きかった、そのオスでいうと。ちなみにネパレンシス今どんなもんなんだろう。ショップで3万ぐらいかな、金額は。まあやっぱちょっと高い、その普通に考えれば。でも昔、でも珍しいタイプかな。昔は 4,5,000円とかだったらしい。そう、上がったタイプ、価格的に。でも人気だしね。さあ、これもネパレンシス。はい、さあ、そろそろオス、メスがいいかな、個人的には。ちょっとオスに偏ってきてるんで。さあ、いきます。でもオスっぽいな、ちょっと小ぶりの。さあ、どうでしょうか。いきます。はい、おーし、オスです。おー、なんならオスが多くねえ。あの、いわゆる初陣、まだ残ってる子たちもまだいるってこと。あ、そう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 。あ、なるほど。だからそこからもメスが来てくれると嬉しいかな。いや、でも可愛らしい。あ、でもちょっと立派だね。そんなことない反応ですが。え、厚みがってこと、大きさってことですよ。なんか薄く感じますね。あ、そんなことないのか。いや、そんなことないんじゃん。ちょっと縦に大きい感じしたけど。あ、はい、52.7。 本当だ、ちょっとだけね。うん、ネパレンシスの中で言ったら小ぶりなんだけど。ということで、ネパレンシスは以上かな、多分。おそらく以上ですね。はい、さあ、そしてちょっとコクワ型オンリーって言ってたけど、ちょっとコクワじゃないやつもいるわ。はい、なんならそっちの方が多いかもしれない。ちょっと言いかしてもらいます。はい、これがメスなんですけど、王林二股のバミノルム。おー、顎がすごい特徴的な、顎がほんと流木みたいな感じの、なんか武骨感があるやつのメスなんだけど、ちっちゃいオスもいてくれたらいいけど、多分全員メスだと思う。うん、
そう、なんか気になった方はぜひ再生リストから二股の再生リスト見てみてください。はい、二股の再生リストってワードすごいね。カタカナの方の二股ですね。そう、カタカナの方の二股、クワガタの方。さあ、いきます。はい、どうでしょう。お、メスですね。はい、素晴らしい、綺麗だよね、やっぱね。黒い感じ、まぁ、あ、ちょっと赤みの強い子とかもいたりするんだけど。へぇ、こいつはもう基本的に、まぁ、あ、基本は黒っぽい感じ。でも日本のクワガタのメスにはいない感じだよね、やっぱりね。いない感じだね、色味、色味的にも。意外とこう真っ黒なやつって少ないから。素晴らしい。二股クワガタ自体がいないからね、その日本には。あ、強いね、立派です、十分、はい、素晴らしい。さあ、そしてその流れでそのままボーリン行きましょうか。ボーリン、バミノルムが何匹かいるかな、はい、あとでも多分メス。さあ、もうガンガン行きますよ。へい、おい、寿司はもう返事しなかった今。してないです。いやいやしてる人の間じゃん。いきます。はい、お、来ました。はい、メス。はい、素晴らしい、綺麗だね。まあいずれオスも羽化してくるんで、ちょっと楽しみにしてもらって。はい、立派ですね、全然。はい、さあ、そしてあと2匹ぐらいいるか。これもボーリン、これもメスかな。はい、さあ行きましょう。これももうずっとマットですね、マットで土で、ほんとあのスマトラとかの産卵セット組む時ぐらいの水分量で、1回だけマット交換した感じかな、去年の9月孵化で。だからやっぱ1年ちょっとかかってるけど、で最近までマット交換してなかったのかな、8月まで。だから最初の、まあ、多分これ、割り出したのは10月後半とかだから、でもまあ10ヶ月ぐらいは同じ菌糸入れてたって感じかな、菌糸内マットに。さあ、いきます。はい、おー、うん、立派、すげえ、ちょっとでかいね。はい、素晴らしい。はい、だからもっとちゃんとマット交換してあげたらもっと立派になるかもしれない、オスとかも。まあ、今後多分出てくるとは思うけど、素晴らしいですね。さあ、そしてラスト、これもメスかな。はい、さあ、いきます。お、結構土減ってるね。いきます。あ、もうすぐです。はい、はい、おお、ちょっと浮かしたて、赤い、はいはい、綺麗ですね。覚えてる？ボーリンのオスの感じ。いや、思い出せない。あ、潔いの。見たことあると思うんですけど。その坂田が買ってきた3万円分お任せでの時に買ったやつ。そうそうそう。あ、じゃあ2万9千ぐらいじゃないですか。その当時はね、でもまあ今どんなもんだろうね。でもショップとかだったら2万ぐらいはするのかな。でも最近あんま見かけないね、印象的に言ったら、前ほどは。まあ時期もあるから、やっぱ羽化してくる、そういう周期的に今見かけないだけかもしれないけど。はい、ということで、ボーリンは終了。はい、次も二股クワガタ。全国いや、ごめんごめん。雰囲気だけだったかもしれない、もしかしたら。ケース的にってこと。そうそうそう、まあケース的にというか、僕印象で言ったらそっちだったんで。これがマンディブラリス二股クワガタ。おー、そう、の多分メスかな。個人的にはメスだと嬉しいかなって感じ。だからメスか小ぶりなオスかって感じなんですけど、はい、どうでしょうか。これも去年の、あ、今年の1月だから、まあ10ヶ月ぐらいで羽化してきましたね。早いと10ヶ月ぐらいって感じ。早いと半年ぐらいでメスは羽化してくるけど、オスも含めたら10ヶ月ぐらいかな、おそらく。さあ、いきます。お、いたね。おお、メスです。はい、素晴らしい。結構時間かかったね、このメスは。メスはこれでラストだね、マンディブラリスは。なるほど、うん、そうで、オスはまだ幼虫の子もいるから羽化ずれ結構するんで、
メスはちょっと温度管理低めの場所で管理して、オスが羽化するまで待ってるのが一番いいかもしれない。さあでも結構立派ですね、素晴らしい。これもやっぱ二股クワガタだから、マンディブラリスとバミノルムやっぱ似てるね。多分並べたら光沢感とかで、まあ、で言うとバミノルムの方が光沢感少なかったからあれだけど、まあ産地的にそもそもその野外品で交わることはないからショップとかでは大丈夫だろうけど、やっぱ似てるからね、飼育下では気をつけないといけないですね。はい、立派なメスが浮かしてきまして、さあそしてこれが、はい、お待ちしました、二股クワガタです。まあまあまあ、はい、コクワガタを待ってた人がいたかもしれない。あ、そうね、そう、でもまあコクワガタも次いるから安心してもらって。だから種類でいうと多分コクワガタより二股の方が多かったです今回。まあ多くなっちゃったという、うん、そう結果的にね。でこいつがちょっと変わって、ダビソン二股っていうやつで、でもあんまり動画に上がってないかな。へー、そうこいつはクワプラさん、クワカブプラネット愛知の具志堅も一回行った、はいはい、あそこにの店長にお任せで、金額指定していくら分送ってもらうっていうやつの中に、で入れてもらってた種類で、それもようやくオスメス浮かして、こいつだけめっちゃ遅れて浮かしてきた。これ9月孵化なんで、まあ1年ぐらい、他の子は結構8ヶ月から10ヶ月ぐらいで浮かしてきたんだけど、ちょっと小ぶりな子がね。さあこいつはでもまあ無事であればとりあえず OK ですね。メスかな、どうでしょう、いきます。あ、ちょっと羽パカですね、ちょっと浮か不全です。はいはいはい、そうまだ元気ではあるけど、こうやってちょっと羽が開いちゃう子とかも出てきて、ちょっと類大が濃くて、あ、はい、結構 羽が開いちゃってる子とかが多かったから、ちょっと新しくオスを別の子を購入して、その今また新しくブリード中なんで、そっちはやっぱ濃くなると羽化不全の率は上がるかな、その種類にもよるけどね。はいはい、そうでもまあとりあえず生きてくれててよかったです、羽化不全でしたね。やっぱ羽化不全だとこういうとこから雑虫とかが入って、雑菌とかが入ったりして急に星になるリスクとかもあるから、そういうところの心配はあるけど、まあだからといって普通にすぐ星になっちゃうっていうことでもないんで、うん、だからとりあえず健康的に生きてほしいですね。ということで、ダビソンはもうこの1匹、はい、でとりあえず全部一周したって感じ、ダビソンは。うーん、でここから変わりまして、お、なるほど、コクワガタです。おお、ネパレンシスがいました。ネパレンシス、そうネパールコクワガタ、あーびっくりした、そう一番最初のやつ、あが1匹いたんで、ちょっとこれ多分メスかな。ちょっとこうパンクしてきましたね。何がいろんな名称の。ああまあそうか。聞いて。そう種類が多いとね。そう、これがネパールコクワガタ、一番最初に割り出してたオスがちょっと気持ち多かった子。なるほど。の多分メスかな。さあ行きます。はい。おメスですね。はい。まだちょっと赤いけど。うん、立派なメスです。これももう大型のコクワガタですね。素晴らしい。さあそしてこれは具志堅も知ってるやつ、ドンキエルハンプイ。おお、知ってるよね。ドンキエルコクワガタが赤、赤ドン、ハンプイということは黒、黒黒ドンって呼ばれてる。なるほど。そう、そのドンキエルハンプイ、ね、っていう、これが世界最大のコクワガタの亜種。うんうんうん、そう、これがまあメスかな。だから成虫はやっぱ70ミリ全然超えてくるから、そう、ただちょっと今季は小ぶりかなっていうところなんですけど、とりあえず無事に羽化してきてくれればもうそれだけで本望なんで、さあ行きましょう。あ、メスですね、行きます。はい、おい、はいはい、おちょっとまだ赤みがあるけど、これも固まってきたら黒くなる。いや、よかったよかった、オスがちょっと増えてきてたんでメスはありがたいですね、個人的には。さあなんでメスが結構続いてるけど、ドンキエルとネパールは、うん、大きいコクワガタっていうジャンルというか、そうね、まあ、うん、まあ特徴かな、うん、大型のコクワガタ、でもドンキエルの方がでかいんですか。ドンキエルコクワガタの方がでかい、今のところ飼育下で。なるほど、うん、何ミリなんだろうね今。
80近くあるんじゃないかな。そうだからもう大クワガタだよね正直サイズ感でいうと。そうですね。そうでも名称としてはここ、ね、そうそうそう和名的には、うん、で、さっきのドンキエルハンプイの、原名の方ドンキエルコクワガタです。次がおそうここがねちょっとオスがいてくれればいいけどね。まあまあまあ、うん、まあちょっとそれは神の溝なんで白いリアクションするタイプなんで神の溝なんで。あ、これオスかな。ちょっと小ぶりだけどオスかもしれない。もしかしたら。さあ、こいつも11月なんで、まあ1年弱ですね。孵化してから。さあ、どうでしょう。一応、昔の僕は一応オスと書いてるし、グラム的には13なんで、小ぶりのオスかなとは思うんだけど。さあ、いきます。これぞ世界最大のコクワガタ。はい、おー。はい、なるほど。あ、でかそう、これでも全然小ぶり。うん、素晴らしいね。これせもうちょい落ち着くんだけど、もうちょい落ち着くけど、でもやっぱこんな感じ、綺麗だよね。そう、ツートンカラーの感じで、はい、あ、かっこいい。かっこいい。意外と大きいね、思ってたより。13g で50後半ぐらいあるかな。どうでしょうか。まあ、ざっくりですけど 56.9。 はい、はい、素晴らしい、はい、でもやっぱちょっとねこのドンキエルコクワとかこっち系のコクワ型やっぱちょっと気持ち金額的には高いかな。最近だとちょっと相場わかんないけど、でもやっぱ5万ぐらいはするかな今。ちょっと流通数も少ないからね。そうだからコクワ大型のコクワ型の中では一番今ドンキエルコクワガタが相場は上がってるかもしれない。高いかも。ええ、今首取れたけど。いや、首ブンブンってしただけで。いやいや取れたって怖いよ。いや、びっくりした。心臓人間じゃないんだから。あ、最高ショッカー。うん。いや、知らないじゃん。知らないじゃん。あんた今日ご飯いらないって言ったけど食べてきたのって言った時の返し方だよ。ああ。実家でよくやるやつ、ね、そう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 、うん、懐かしいな。実家具志堅が実家だった頃さ、うん、どうだったの。あーでも飯は結構家で食ってましたね。ああ、え、その飯があるってなんか、うん、やっぱこれ昔思ったんですけど、うん、高校生ぐらいの時、うん、なんかグレずに済んだのってやっぱ家に飯があるからなんかな。ああ、なるほどね。帰ってくる理由があるじゃないですか、ね、あるね、うん、確かにそれはあるかもな。そう考えたら結構ほぼほぼ毎日母親が、うん、で部活も一応やってたんで、うんうん、土日の弁当、今考えると大変ですよね毎日自炊。いや大変よ、絶対やれないもん、うん、いやだからあれの感謝は今になって気づくというか、確か大人になって気づくね、うん、でもやっぱ昔だから本当に料理はお父さんお母さんどっちもある程度できないとかもね、それで言ったらね、うん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 、子供が好むご飯、はいはいはい、っていうのはマジで大事かもな。うん、俺んちはできるだけ用意してくれてたからあれだけど、うん、2人とも共働きだったから。あ、そうなんですね。そう、でも俺も結構友達と食べ行ったりしてたし、うんうん、やっぱ外食すき家吉野家、うん、吉野家か、ごめん、すき家は基本あんまなかったから、見えはって言っちゃったけど吉野家、はいはい、バッティングセンター帰りの吉野家とか、うん、ああいいっすね、うん、まあ、あれはあれでいい思い出になりますからね。そう、あれはあれでね、あとジョイフルとかね、うわー、ジョイフル、そう、もう我らが、うん、天下のジョイフル、ジョイフル以外のファミレス知らなかったからやっぱ。まあでも確かにそんな感じですわ、うん、僕やっぱそうだよ、九州はそうだよね、九州、西日本なのかかもしれないっす。そのジョイフルのチーズインハンバーグとか軟骨の唐揚げとか食いながら延々に喋ってみたいな、うん、あれがやっぱ楽しかったからね。はいはい、懐かしいね。懐かしいっすね。ああさあこれまだほじ返してないなら分かるんですけど、いやいやいや、ほじ返してますから、ね、そうなんならもうあと一歩で止めてるからそう、伝説のポケモンの前にレポート書いてるみたいな感じ。あー、そう、夏、うん、今掘り返してるように見えるでしょ全然そんなことない、もう喋るの優先でちょっとなぞってるだけだから今なんで変なポケット入っちゃったの急に。どうだ、オスかメスかどっちでしょう。オスかメスか。あ、メスですね。はい、そう、まだ固まりきってないけどこんな感じ。あ、メスも
お酢みたいな中トンから、ね、そうそう、めちゃくちゃ綺麗。もうちょっとね、固まりきってない半分だったらもっとあれだったんだけど、ちょっと見せますね。こう見たらさ、もうこっちも普通にドンキール赤丼だと思っちゃうじゃん、はいはい、パッと見、そう、これもだでも固まってないだけっていうのがあるんで、だから2種類飼育してる人とか気をつけた方がいいですね。あー、そうですね。そう、だからこんぐらいになるかな、そのドンキエールコクワガタも固まってきたら、うんうん、こんな感じの色味、これよりもうちょい明るいぐらいで、ドンキエール半杯の方はこれがもうこの頭の方の色に近づく感じ、うん、はいはい、でも立派なメスも羽化してきましたと、うん、いう感じですね。赤丼、赤丼は今季いるか、あ、でもメスは今ちょっと少なかったんで良かったです、はい、さあ、そしてもうラストですね。ああ、うん、あっという間で大丈夫かな、具志堅気にしないで続けてください。本当に大丈夫、はい、今血まみれよ、下いや、俺に見えてないだけで大丈夫かな、見ないようにします、ね、あ、いやいやいや、現実逃避良くないんでまあでもちょっと限界来たら教えて、はい、うん、水があるから、うちにはさあ、そしてラスト、はい、これもドンキエルコクア、はい、これがね、11g なんで一応メスって判断してるけど、オスの可能性もなくはない、からちょっとオス見たい気持ちもあるよね。まあまあまあ、まあ、うん、でも個人的にはメスの方が嬉しいって感じかな、はい、さあ、でもこいつもね、結構もう血が濃くなってきてて、 CBF4 兄弟同士で4回掛け合わせてる子同士だから、F5 になるんで、こいつら、うん、結構血が濃くなってきてるから、そろそろ外の血も入れたいところというかっていうのはあるんだけど、さあ、行きましょうか大丈夫じゃないな、これは具志堅水飲むいや、もうしゃべれないじゃん一回うがいしてみます。あ、一回うがいしてくる、はい、じゃあちょっと、具志堅がうがい終わるまで時とも、うわー、かけ、うわはい、あれから、5時間半経ちました。いや、もう帰った方がいいそんなカメラマンは、はい、なんとか席が止まりました。休憩戻りました、はい、多分小林かな、多分なんか、うん、大丈夫かな、そうですね、ほんと、ね、兵糧丸、兵糧丸、何それ兵糧丸めっちゃ怖いんだけど、兵糧丸食ってきました。いや、聞いたことないんだけど俺、それ何兵糧餅、何兵糧丸、兵糧餅、食うとチャクラが回復。あー、知らんわ、ナルトボルトナルトボルトのやつ、渦巻きナルトボルトのやつだから、それいや、ナルトボルトの、はい、まあ、具志堅も一応落ち着いたということで、失礼しました、はい、あ、いえいえ、じゃあ次、これラストです、はい、これメスかな、おそらくね、はい、さあ、できれば、あ、できればメスで、個人的にはメスだと嬉しい、はい、いや、動画的にはオスでも全然いいから、もう勝ち確、無事であれば、さあ、いきます、はい、お、メスです、よかった、いいですね、立派なメスですね、やっぱ綺麗だな。こっから、あ、でもこういう、もうちょい、でも、そうね、まあ、裏が赤いから、この裏は黒くなるから、裏が黒くなった時に落ち着いた色味かな、うん、でももうちょいってぐらい、はい、うん、そう、でもまあやっぱもう何年前なんだろうね、もし5年ぐらい前に福袋に入ってた子で、もともとはだからこの子、ドンキエルコクワじゃなくて、その中に入ってた他のクワガタがいたんだけど、そいつ目的でその福袋買って、こいつも入っててみたいな、そっからやりだしたけど、やっぱなんだろう、そっから結果的にこいつだけ続いてるかな、その福袋の中の種類で、そう、もうそっからコクワもめっちゃ好きになったから、そう、だからきっかけをくれたコクワガタですね、ということで終了です、はいはい、ということで、まあ、前頭とりあえず無事で1匹ちょっと、うん、羽が開いちゃってる子もいたんですけど、はい、うん、まあ、でもみんな元気そうで何よりでしたね、うん、で一応、まあ、ドンキエルコクワもオスも見れて、うん、ネパレンシスもちょくちょくオスも出てきてくれて、確かに、うん、ほぼコクワつくし、うんうん、二股の、まあ、ちょっとメスだけだったから、はい、オスもいずれ浮かしてくると思うんで、そこも含めて
気になった方はチャンネル登録してもらえると嬉しいですね、うん、はい、ちょっと具志堅的にはどうでした？いや、そうですね、うん、ちょっと種類いっぱいいすぎて途中パンクしちゃいましたけど、ね、あ、まあそうね、じゃあもう咳き込んでたもんねでも、うん、大きいのにコクワガタっていう名前がつくのは、うん、まあ、今回だけじゃなくて結構前から、うん、そうね、そう、なんか覚え始めてきて、うんうん、ドンキエルコクワガタ、うん、ハンプイとか、うん、そういうで、今日ちゃんと赤、本当に赤くなるのが、そうね、ドンキエルコクワガタ、うん、で、多分今までずっとハンプイっていう方を、そう、結構よく見させてもらってたのかもしれないですけど、多分そうね、今日しっかり見れたんで、うん、かっこいいですよね、オスであんだけ80ぐらいまで行く、そう、80近くってなる、そう、大きいやつはまた全然また雰囲気も違うから、なんとも言えない魅力というか、そう、コクワガタはコクワガタで小さいのいるじゃないですか、そうそうそう、色がついたり、そう、海外のやつとかもね、で、でっかいのはもちろん魅力あるんですけど、なんていうんですかね、あのミドルな感じの、あ、そうね、中ぐらいの、うん、でも、オスはオスでちゃんと特徴があって、そう、たくましいし、そう、だからコクワガタはね、やっぱもうやればやるほどハマっちゃうやつ、なんとも言えない魅力がありますね、うん、そう、大型といってもこのボトルで管理できるから、あ、そのスペースもそんなに使わないし、なるほどなるほど、そう、そういうのもやっぱ魅力だね、うん、もっとじゃあマットで1本やるのもいいし、そうね、瓶で何回も変えるのもいいってことですね、そうね、やってみた感想はやっぱ河原禁止で、マット、あ、禁止交換何回かやる方が安定して大きくはなりやすかったかな、あ、なりやすい、はい、けどまあ管理は楽だったかな、マットでやったら、うん、まあ最悪1本その禁止瓶、あ、マットでその交換しなくても成虫まで行ってくれるから、サイズ気にしないんだったらマットでもいいかもしれない、うん、かなっていう印象でしたね、はい、まあぜひコクワガタ、まあショップにあんまり置かれない買ったりするような種類が多いんであれですけど、まあ見かけた際は、気にかけてもらえると嬉しいですね、はい、はい、で今回の動画は以上になるんですけども、具志堅も YouTube チャンネルやってるんで、それも概要欄からよかったら見てください、はい、そんな感じで今回の動画は以上です、ご視聴ありがとうございました。